山人の方は白木技として知られていますが、技法上の特徴として1、基本的な立ち方の習得、2、呼吸法の習得、3、眼力を養う、4、打撃に耐えうる体力を養う、5、精神の鍛錬です。演武者の技量により鍛えの加減は変わりますが、このような鍛錬を積み重ねることで修行者の心、技、体が磨かれてくるものです。Thank you.